2020年6月1日月曜日、こんばんは、本日は船橋市議会文教委員会の審議などの速報をしたいと思います。で、本日インフルエンザの第3回をやると予告してたんですが、これから、言います事情により、本日の内容はこれにしたいと思います。で、18時まで審議してまして、19時に帰宅してから急遽このスライドを作成したので、まあ、簡潔な点はご容赦いただければと思います。で、本日から学校が再開されまして、私も子どもの、安全の見守りのスクールガードをやってるんですけど、久しぶりに、まあ、3ヶ月ぶりにスクールガードをやりまして、まあ、子どもたちが、午前のクラスと午後の午前登校の子と午後登校の子二手に分かれて、午前登校の子しか見れませんでしたけど、元気に登校している姿を、見ました。で、やはり、学校が再開されました。で、それは非常に、いいことだというふうに思っております。さて、それで、一方、私はその後、その10時から18時過ぎまで、船橋市議会でこれだけの会議がありまして、これだけの会議をやってまいりました。で、それで、今日本日、なぜインフルエンザができなかったかというと、その、インフルエンザの講座とかをやるためには、少なくとも、まあ、日によりますけど、5時ぐらいから、スライドの作り込みとかを、まあ、3時間ぐらいしまして、それで作ってるんですが、本日は、18時過ぎまで、文教委員会がかかりましたので、ちょっとこちらの報告を優先させていただこうかなと思ってまして、明日インフルエンザの方、第3回をやりたいというふうに思っております。それで、実はまず、インフルエンザの講座、まあそういうことで明日やることにしまして、文教委員会の速報というのをやりたいと思います。で、陳情が4件出まして、市民の方から陳情が4件出まして、その4件を審査いたしました。で、まず第1位の陳情は学校のいじめ根絶都市宣言ということですが、まあ、これは非常に趣旨は分かるんですが、都市宣言とするとなると、例えば船橋でいうとスポーツ健康都市宣言とか、もう少し、大きな枠でやるので、いじめ根絶、計画は教育委員会 の方で立てようとしているので、それは推奨していくんですが、都市宣言という形では、もしやるんだったら、もうちょっと幅広く人権を守るとか、そういうふうにした方がいいんじゃないかという意見で、私はちょっと、まあ、賛成はしませんでした。まあ、これは賛成少数で否決ということになりました。じゃあ次の陳情第23号の、この船橋市立小中学校の学校規模、学校配置に関する基本方針における標準とする学校規模というのは、文部科学省が、小中学校の学校規模を、12から18学級が好ましいと、クラスの数ですね、というふうに、まあ、指針を出しております。で、この12から18というのは小学校だと6学年ではありますから、1学年2から3クラス、中学校だと、まあ、2つの小学校が合わさってくると考えると、1学年が4から6クラスということになります。で、これは非常に適正規模としては理想の数なんですが、実は船橋の学校ではもう、半数以上がその18以上、19以上になっておりまして、今度開設される塚田南小学校というところでいうと、まあ、30学級ということになっている。やはり船橋では、まあ、理想としては12から18というのが分かるんですが、まあ、今船橋の基準は12から24、つまり小学校でいうと1学年2から4クラスということにしております。で、この陳情は文部科学省 の提言通り、2から3に12から18に戻せという基準だったんですけど、ちょっと船橋の実態からすると、まあ、ある程度大規模になるのはやむを得ないかなということで、これも、反対をいたしました。これも、賛成少数で否決です。で、この3番と4番は、まあ、いずれも全会一致で可決されましたので、まあ、こういう方向で、国に対して意見書が上がります。さて、その次なんですが、これが非常に今回の、
文教委員会での大きな報告事項だったんですが、国の登録有形文化財である玉川旅館の閉館についての報告というのがありました。で、報告の後質疑をいたしました。で、これについては私もあのツイッターやフェイスブックで多くの市民の方から意見をいただいて、なんとか残せないのかというような意見もいただいたんですが、これは経過を言います。4月の10日にその玉川旅館の経営者の関係の会計事務所から連絡があって、登録有形文化財の指定を取り消すにはどうするのかという問い合わせがありました。で、4月の15日に社長、所有者ですね、経営者から意思確認というのは、実はもう市が30日で廃業して5月取り壊しをしたいと、することはもう決定したと。で、決定してもう、なんていうかな、発注も終わってるという話まで、来てました。ということで、ご本人の意思がはっきりしてたので、これは例えば、そこから市が、保存という形が非常に厳しい形でした。で、その後市の方もなんとか可能性を考えて、保存するとしたらどういうことが可能か、例えば、太宰治が使った企業の間だけでも保存できないかというようなことを専門家に見ていただいたんですが、構造上無理だということで、結果的には部材はできるだけ残すと、そして、いただくと、寄付を受けると、そして今映像と写真の記録を取るという方向で、動いております。で、5月取り壊し予定が4月、6月取り壊しに、これはコロナの、影響で少し、後ろ倒しになって、今日の時点でもきちんと建物はあります。で、何人かの委員から質疑が出まして、それは2日後ぐらいに文教委員会の録画中継が出ますので、ぜひそちらをご覧いただきたいと思うんですが、私の方からは3つ質疑しました。で、1つは私のところにフェイスブックやツイッターなどでいただいたメールと同じような声が市にはどれぐらい届いているのか、市はそれをどれぐらい受け止めているかということで聞きましたところ、28のメールが来ているということです。それからこれは2点目が私今回一番言いたかったところなんですが、もう4月15日の時点でもうこの2週間後に閉業して、その次の月からは取り壊しをするという所有者がそういうふうに明言してしまってというのは残念なんですけど、それに至る経過です。やはり、もし 市がこの玉川旅館の経営者ともうちょっと意思疎通ができて、例えば閉業の方向を考えているとかいうことがもうちょっと早めに分かっていれば、保存の選択ができたんじゃないかと、その模索ができたんじゃないかということで、やはりこの意思疎通については不十分であったんじゃないかということを質疑いたしました。それは市の方も十分ではなかったということを認めるというか、申し訳ないというような雰囲気の答弁でありました。で、次に解体工事なんですが、今日6月1日になりましたけど、もっと後ろ出しにできないような、残念ながらこれ以上後ろ出しにはならない感じです。だから、ただ外の囲いから、壊していくということなんで、中の本体の建物に、取り掛かるにはもう少し時間かかるので、最後のこの本当に本体の取り壊しに至るまでに、なんとか最後の話、存続の可能性を向けた話をしてほしいというには要望をいたしました。ということで、ちょっと保存を求めて、その建物自身の保存を求められてた方にはそのいい報告という形にはできないんですが、今その分写真や、動画の撮影や部材をできるだけ残すと。で、それを郷土資料館ですね、郷土資料館に展示する方向、これも常設にならないと思いますけど、特設展示をすると、それをやがて西図書館とかでもの展示コーナーでも展示する時間を作るというような、方向で今動いています。で、これに関連して私じゃなくて他の委員からなんですけど、非常に残念だと、これ全員残念だということが皆さん言っておられましたけど、同じような廃業があった時に貴重な
歴史的な建物がこれ以上壊されるのは良くないので、市の文化課としてきちんとその市内のそういう貴重な建物について状況把握をして、きちんと今回のようなことにならないことを、求める声がありました。さて、ちょうどその文教委員会の最中に、5月31日の昨日 の検査結果での報告がありまして、19名検査して発症陽性ゼロということで、20日連続陽性ゼロということになっておりますので、まあ、その点はこの状態が落ち着けばいいなというふうに考えております。さて、その次なんですが、学校の再開にあたっての状況を文教委員会としていろいろ報告を受けて質疑をいたしました。で、私は実はまあ、いくつかの学校の児童小学生たちを見られているまあ、ピアノの先生の人から、お話をいただいたんですが、市の大方針としては4日学校給食再開となっているけど、複数の小学校から来ているお子さんの保護者から話を聞くと、4日再開のところも確かにあるんだけど、4日5日で半分ずつ再開のところ、それから8日に再開する学校もあるということで、市が発表した基準と、違う形での再開が行われるのはどういうことかと聞いたところ、最終的な再開のその具体的な日取りについては学校の事情とか人数もあるので、校長の判断に任せているということです。だから4日再開は原則だけど、4日5日に2日にわたったり、あるいは8日になったりすることはあり得ることだということを確認いたしました。さて、それで次に学校再開にあたっての感染予防マニュアルということなんですが、これ非常にまあ、きちんとこういうところ細かくトイレの掃除とかそういうことも含めてまあ、きちんとしたマニュアルができてます。で、ここである、委員の方から、逆の質問というか、確かにこの感染予防マニュアル自身はいいけれど、これを実施するのは誰ですかということになったときに、実は子どもたちがやってた掃除の部分を全部教員がやることになってるんですね。で、そうすると全ての負担が教員に来ると、そうするとその教員の過重負担になるんではないかと。教員はむしろきちんと子どもに向き合ってほしいので、掃除消毒などは教員負担にするんではなくて、やはり、その他の人がやるべきだというような議論がありました。これは私も含めた委員全体の意見になりまして、教員が以外がする必要性があるんじゃないかという議論をしました。まあ、具体的な名前出しちゃっていたと思うんですが、鈴木和美委員が、今の意見を言われまして、私も含めて多くの委員が同調されるという、形になりました。やはり教員にやらせているのは無理があるよ、まあ、教員がやるのは無理があるよねということで、で、私もちょうど昨日、Zoom 会議で大学生たち、議員のインターンシップに参加する大学生たちとズームで会議したところ、まあ、アルバイトがなくなって、なおかつウェブで授業してるので在宅してるという話をちょうど聞いてたところなんで、例えば船橋出身で今在宅で船橋、小中学校出身で大学生になって在宅でウェブ授業を受けてバイトもなくなった大学生もいるわけですね。で、そういう大学生に協力を求めたりすると、で、別の委員はまあ業者をきちんと委託をしたらどうかとか、そういうさまざまな意見が出まして、まあ、そのどういう形で教員以外を具体的に募集するか、あるいはその、まあ、ボランティアというのはさすがに時々は来れるけど毎日ですので、これはボランティアでできるかなというのはちょっと厳しいと思うんですが、まあ、いずれの形にしろ、きちんと教員以外の人員を確保すべきだという、意見を文教委員会として決議をするかどうか、これについては慎重な意見もありましたので、もう1回5日に検討することになりました。で、5日にもう1回文教委員会をこのテーマで、決議を挙げるかどうかという文教委員会を開くことになりました。さて、その次なんですが、公共用地の定員減、公共施設が、6月の、まあ、早いところは本日から、多くは6月の15日から使用再開がされます。で、そうした時に、今、この前私の質疑でもやったんですが、ソーシャルディスタンスの基準を、
1.5 メートルという船橋ではいたしました。そうすると 1.5 メートル平方ですから 2.25 平方メートルですね。でこの人数で割り返して定員を算定し直すということをやってます、公民館とかについて。でそうするとだいたい部屋によって差もあるようですが、定員の6から8割ぐらいの、人数になるんですね、その休養定員が。コロナの対策も踏まえた。でそうしたときに、これは岩井智子委員の方から出て、私もそうだと思ったんですが、減免については、どうだかと。つまり今までの人数よりも8割とか7割としか利用できないとしたら、料金はその分減免したらどうかという意見が出ました。私もそう思います。ただこれは即答はなかったですね。でその次、もう一つ確認したのは、これが例えば公民館の部屋みたいに自由に机とか椅子を並べられる部屋についてはこれが基準で割り返してるんですが、例えば市民文化ホールとかキララホールとか、教育委員会管轄ではないけど勤労市民センターの地下ホールとかの固定席があって、前に舞台があって固定席があるような、観客席のような場合には市松模様というんですけど、前後左右を開けて斜めに人が配置するような模様の配置をすると。でこの配置については、実はこの平方メートルで割った基準と別個に固定席についてはこれで基準を設けているということを確認いたしました。さてその次、本日の最後、これ結構長くなったんですが、ICT 教育 ICT の、小中学校へのタブレット配布について2つの議案が出ております。で1つは専決処分といって、すでに4月に市長判断で決定して執行したものを議会が事後に議論するという形なんですけど、もう一つが補正予算って形で今今議会に提案されている、ものです。でちょっと2つの趣旨を分けて考えると、これは実はコロナ対策なんですね。完全につまり、コロナで休校が長引いた時に、自宅に、ネット環境がない子どもたちに、タブレットを配布して、タブレットと Wi-Fi のルーターですねを配布して、自宅でもネットを通じて学習ができるようにということで、1780台、購入して、すでに、中3には配布しました。5月の末に配布しました。で約500ですね、500配布しました。で今次に小6の配布を考えてまして、小6も多分500程度になると思うんですね。そうすると、あと残り600から700残る形になります。でこの時にその残った600、700をどう配置するかについて、これも委員の人から意見がありまして、実は Wi-Fi もないし、タブレットとかの機器を持ってない人が、調査で 8% と分かったんですね。で、ところがこの 11% という話は何かというと、 Wi-Fi はあるけどタブレット、Wi-Fi はあるけれど子供用のタブレットがないと。つまり親は持ってるかも、スマホとかは持ってるかもしれないけど、そのタブレットという形ではないという形ですね。でそうすると今回はこの 8% の人に、タブレットと Wi-Fi を配布したんですけど、そうすると 11% の人は、Wi-Fi 環境あるけれどタブレットがない状態になるんですね。でそうすると実は特に中3 の、 そのドリル学習なんかでタブレットを前提にした教材を実は船橋で一部使い始めています。でそうすると、この 8% でタブレットを供与された中3は使えるけど 11% の人は、逆に使えないということになるのはおかしいんではないかという議論がありまして、いろんな議論がここで、やはり教育の平等性とかそういうことについていろいろ議論がありまして、私の方もやはりこの、11%、特にやっぱり中3ですね、中3が、高校入試のにもというのも迫ってるし、というところで、この 11% 中3のこの 11% に手厚くやった方がいいんじゃないかということ。そうすると小6の
小6、中3の 8%、小6の 8% は今回るんですね。この多分1000台程度で回る。で、その残り600ぐらいを中3の 11% に配置すると、多分小6のこの 11% には全部届かない。まあ、これまだ正式なデータが出てるわけじゃなくて、今のところの動向からの予測ですけど、そうした時には、やはり小6の 11% のところまで届くように、まあ、追加で、購入するしかないんじゃないかというような議論をいたしました。で、もう一つが補正予算ですね。で、補正予算というのは、これ来年の3月です。2021年の3月に、船橋市の、まあ、大体3分の2の子どもに、児童生徒に行き渡るように、配置すると、タブレットを配置するということです。で、これは実はコロナとは別に、国の、ギガスクール構想という国の方針でこういうことになっていて、その実際の、学校への環境整備と、機器の配布は2月に環境整備して、3月に配布するということになってます。で、これについては、まあ、で、小学校と中学校がほぼ同じ数になってるんですけど、それなぜかというと、小学校が、4から6年で配布して、1、2、3年は後回しということですね。ということで、全体の3分の2ということになります。それで、ここで大きな議論になったのは、家に持って帰れるのかという話ですね。つまり、これは基本的に今の教育委員会の方針では、学校備え付けなんです。で、学校の授業時間の中だけで使うという話です。で、この授業時間の中だけで使う話についても、まあ、いろいろ説明があって、これは小浜、中学校とかでの取り組みで、まあ、教育委員会の言葉をそのまま引用すると、一人一人取りこぼらさないと、例えば、発言がしにくい子もきちんと書き込みで発言できるようになるということ、それから画面に共有することによって関心を高めて共に創作できるようにするということですね。それから、関心を高める方は問題の把握ですね。それから3番目に、学校の例えば、クラス新聞なんかを作るときに共同作業ができるということ、それから、まあ、一般的にタイピングとかエクセルとかそういうパソコン関係の技能を使う訓練になるというような説明があったんです。ただ、これから大きな論点になってくるのは、これが購入された場合にはいざという、コロナ、これあってほしくないんですけど、残念ながら第2波が来た時の、影響で、もう一回休校にな万が一なってしまった時には来年の3月まで来年の3月までそういうことがあってほしくないわけですけど、まあ、来年の3月以降はこれを自宅に緊急時は持ち帰れるという話になっております。という方向だと思います。ただ平常時はずっと学校に置いとくんですねという形に今考えてるんですが、それはどうかなと。でも今大学生でもウェブ発信については自宅で、持って行ってタブレット持って行って自宅でも学習できるということが前提の配布というものが、これは私立の、中高などではそういう形が、取られているので、学校だけで使うという形はどうかなという議論がこれから、ちょうど今日も起こり始めましたけど、そういう議論が起こっているところです。ということで本日は、もう一回いきますと、本日は10時から18時過ぎまでこれらの委員会をずっとやってました。で、特に文教委員会がコロナ休校とか、タブレット端末のあり方とかで、非常に熱心な議論がなされましたので、で本日やる予定だったインフルエンザの講座の第3回は明日にいたしまして、本日は文教委員会の速報を中心に報告させていただきました。ご清聴ありがとうございました。